人を猛植物門滑走後昆布目昆布下に属する海藻である。英名のジャイアントケルプが用いられることも多い。基地の藻類の中では最大種である。根上部で海底の岩に付着し、髪型に向かって茎上部や養上部を成長させていく。その成長のスピードは著しく速く、1日に50センチメートル近くも成長することもある。 茎上部には空気を溜めた浮き袋がついているため、これにより、海中で直立して浮いていることができる。茎上部は海面に達するまで伸び続け、50メートル以上に達することもある。海面に達した後は、海面上に広がるような形で成長する。モントレー水族館の展示、大浮き藻が密集した場所では、ケルプの森と言われる海底から海面に及ぶ長大な、 モバが形成される。海中に隣立し、さらに海面を覆い尽くした大浮き毛川柱と、天外に見立てて、カテドラールなどと呼ばれることもある。このモバは、生物多様性に富んでおり、カニなどの甲殻類、ウニやヒトデなどの極秘動物、魚類、そしてアザラシやラッコなどの怪獣類のコロニーとなっている。特にラッコは、海流によりモバから流されないように布団に、くるまるように、 大浮肝を体に巻きつけて眠る習慣がある。カリフォルニア州にあるモントレー水族館では、大浮肝と魚を排したケルプの森大水槽が人気を博している。日本の水族館においてはかつては展示していなかったが、1981年の神戸ポートアイランド博覧会の不要グループパビリオンでは、長大な大浮肝の標本がパビリオンの内側の壁面いっぱいに巻くような形で、 展示されていた。その後、この戸島臨海公園水族館や火災臨海水族園で実際にジャイアントケルプを植えて、ケルプの森を再現した水槽が展示されたことがある。ちなみに、海遊館のケルプの森水槽に展示されていたジャイアントケルプはイミテーションである。アラスカ半島からカリフォルニア湾にかけての北東太平洋に、 主に生息するが、南半球の高緯度地域にも生息する。大浮もは、食用に供さないため、従来採集されることはなかった。しかし近年、大浮もに含まれるアルギン酸が健康に良いと、標榜されたため、アメリカを席巻している健康ブームに乗って、サプリメントなどの材料として、節度なき乱獲が続いている。沿岸海域の埋め立てや、水質汚染。 海水温上昇などとも相まってアメリカ沿岸の大浮き肝は激減しており近い将来に藻場の豊かな生態系もろとも大浮き肝の森は消滅するものと予想されている。ありがとうございます。